スティーブン・ファーストはアメリカ合衆国の俳優、声優である。1954年、バージニア州ノーフォークに生まれる。1976年に同州にあるバージニアコモンウェルス大学を卒業。1975年からテレビで活動を、始め、1978年に出演したジョン・ベルー氏、主演のコメディ映画アニマルハウスへの出演で一気に知名度が上がった。 その後もコメディ映画に限らず様々なジャンルのテレビや映画作品に出演し、役者としての地位を確立。テレビドラマにおいては、SF テレビドラマのバビロン語でのバーコット役での出演においても知られている。1990年代以降は、声優としても活躍する場を広げていたが、2006年からは俳優活動を休止していた。二千十七年六月十六日、 糖尿病由来の合併症でカリフォルニア州ムアパークの自宅で死去。1978年にアニマルハウスで共演したロレインと結婚。二人の父親でもあった。なお、アニマルハウスにおけるロレインの役は終盤の同窓会パレードを大混乱に陥れるためにケントがビー玉1万個を購入する商店の会計係である。息子が二人おり、 長男のグリフファーストは、フランケン・ジョーズや、シャーク・ショックなどの B 級、モンスター・パニック映画を監督し、次男のネイサン・ファーストは、ネイビー・シールズや、ニード・フォー・スピードなどの作曲家として活躍している。ありがとうございます。